ネームおししゃれなフリーザ様からいただきました先日、友達一人と女の子二人の合計四人で喫茶店で勉強会をしていると、用事があると、先に友達と女の子が帰ってしまいました。二人で残り勉強を続けていたのですが、僕が問題に悩んでいると、どうしたのと聞いてきたので、いや、別に、というと、 それまで向かいに座っていた女の子が隣に座り、ああ、ここがわからないんだね。と、問題の解き方を教えてくれて、その女の子はそのまま隣で勉強を続けていました。そして、勉強を続けて数分が経つと、突然女の子が僕の肩に頭を乗せて、ねえ、こうしてるとさ、私たちカップルに見えるのかなと言い、僕は、そんなわけないだろう。と言うと女の子は、だよね。 と言い、その後、10秒くらい女の子は僕の肩に頭を乗せていました。その10秒はとても長く感じ、短くも感じました。<laughs> 何それ何